お久しぶりです。お久しぶりです。どうぞ。はい、こんにちは。こんにちは。いや、懐かしいですね。そうですね。こうするのも結構8、9ヶ月空いていますよね。まあ、空いてましたね。多分ね、5月ぐらいの。体もすっかりのことですね。やっぱりまた歪みとかも出てますかね。多分ね、心も歪んでます。なんかちょっと精神的なお疲れもある感じですか？ちょっとやっぱりいろいろね、お会いしてない間にいろんなことがありました。わかりました。はい、また伺いながら、そうですね、様子も見させていただきます。よろしくお願いします。必死です、俺も。はい、じゃあ、うつ伏せになってください。はい、もうすごいですね、2台で。はい、2台体制で。携帯も今、スマホも今2台になって、よろしくお願いします。よろしくお願いします。とにかくちょっと今、はい、この辺がちょっと辛いです、はいはいはい、なるべくあんまりタオルかけないでやった方がいいですね、そういうのね、はい、そういう意味ではね、はい、この辺ですか、はい、左背中だから、いつもこう切ってるのはとこ、なんかちょっと歪みはもうありますね、この時点でも、はい、骨盤も多分骨盤かなりそうですね。あ、ベルト外してもらったじゃないですか。もう久しぶりすぎて忘れてこの下りまたあったな、はい、前もありましたね、はい、忘れてました。はい、動いてますね。あ、すいません、ありがとうございます。すいません、はい、うんうん、そうですね。他のお店とかも一切行ってないんで。あ、そうなんですね、はい、じゃあもう本当に久しぶりに体を起こすってことです ね、 ですね、はい、右の骨盤が上がってますね、はい、で右の肩甲骨の方が下がってるね。なんか右が縮んでる状態になってそうですね。うわ、結構ですよね。足合わせてみるのが右も近いし、いいそうですね、結構な、全体で見ると割と大きな歪みが出てそうな感じですね、はい。やっぱお体しんどいですか？そうですね、だましだましって、だましだましで、特にこの辺が今痛みが、そうですね、ちょっと、うん、そうですね、もうポイントでここって感じですか？あ、そう、あ、今、背中ってところが、はい、はい、はい、これですよね。そうです、そうです、さすがっす。でも、あと俺も他のお店とかでも行けばいいですけど、まあ、かたくなに、なんか行かなかった、うん、行かなかったっていう。そうだったんですね。なんか行く気しなかったんですか？いや、ここ以外行く気しないって。あ、ありがとうございます。はい。そうですね。やっぱ、うちにいらしてる方で、未常連の方いらっしゃるんですけど、大学生の方なんですけど、はい、3回ぐらい他のお店見てみたそうなんですよ、私休みなんで。あ、はいはいはい。でもここもかダメか、ここもダメか、ここもダメかで、3回終わった時にもう行かないっていう、もうリラク屋さん始まるの待とうっていう、わかります、わかります、すごくよくわかる、なったらしいです。すごくよくわかる。いろいろと勧められたんですけどね、なんかうん、どうにもならなかったらじゃあお願い、じゃあ考えるみたいな、考えるみたいな。よし、行きたいっていう風にはなんなかったですね。なんなかったですね、まあ確かにあったとこ見つけちゃうと、もうそっちがなるべくそこ行くならそこだなみたいになりますよね。そうですね、そうですね。まあね、なんかそう、そういうもんですかね。そうですね、わかりますよ。だって私もちょっと違うかもしれないですけど、美容院引っ越して、そう、行かない、別のとこ行かなきゃいけないんだけど、どこ行こうかなみたいな。そう、やっぱあっちの方ですか？いや、え、あ、だからでもね、他のところに行ってるんですけど、みたいな感じですね。またここ来ようってなってなってなくて、探してる感じです。なるほど。自分も未だに前住んでたところの近所行ってますもん。あ、男性そうですよね、遠くても行きますよね。なんか人形町会は代々木の方まで行ってますもん。そうそうそう。でもまあ、会ったとこあるとそこにしたいですもんね。いや、やっぱちょっとね、難しいですよね。もう本当に5年通ってますもんね。あ、そう、引っ越してから。
不便ですけどね、しょうがないですよね。しょうがないですね。でもその方がやっぱ気が済みますもんね。わかる。そう、行って、あ、失敗したなってなるのよりかはね。そうなんですよ。うわー、硬い。そうなんですよね。やっぱり足の方がまた気になりますかね、足の方も。そうですね、ちょっとやっぱ膝の裏がやっぱりこう。膝がね、はい。うわ、ちょっとやっぱ硬いですね。そうですね。場所的に言ってもいい関係してそうなんで、ちょっと踏みます。おいしょー、これやりたいと思いますけど、ね。うわ、久々来た。うわー、乗っかってる。ガツンと乗ります。あ、先生、乗り方パワーアップしましたね。あ、そうですか。すごいですよ、レベルアップしてます、ね。いや、体重増えたかもしれない。いやいや、いや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 、すごい。いやいやいや。うわー、おほほ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 、うわー、くー、あ、気持ちいい、なんか、1週間前にちょっとあの走らなきゃいけないちょっと案件がありまして、あの財布を外で落として400m ダッシュで戻ったっていう案件が、400長いですよね。しかもあの重たい撮影のああいう機材を全部背中に背負ってての、しんど、その夜足つりました。うわ、私多分もう 50m ぐらいの時点でちょっともう嫌になっていく、もう足がゆっくりになりそう。でも本当にあのやばい、これ全部お金なくなったらやばいっていう、うん、なんかもうすごい、あ、そうか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 、早く拾わないとで。そうなんですよ、もう免許証のなんかカードも全部入ってるから、やばい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 、取られたら、うん、まああったんですけど、うん、その日本当に足なぜか釣りましたね。なぜかっていうか、まあ理由は分かってますよね。そう、だから今さっき踏んでもらったすねとこなんですよね。はいはい、あが釣ったんですね。釣りました、両足釣りました、ね。両足、やばいですね。両足釣られちゃうと身動き取れないですね。そうなんですよ、夜中とか急にだから起きちゃって。苦しみますね。苦しみましたね。まあその晩だけだったんですけど。ああ、よかったですね、その晩だけで。まだ。いやー、そんなこともありましたね。そうなんですね。なんか膝下腫れぼったいっていうか、なんかむくんでるっていうか、はい、うん、なんかふくらはぎとかいつもよりなんかもったりしてる感じしますね。そうですね、足重たく感じたりとかありますか？いやー、多分その先週以来なんか多分バズって、あー、そっかそっか、先週走ったのが尾を引いてるんですかね。バズるような感じ。やっぱな、最近はちょっとやっぱ忙しいっていうか、忙しくしちゃってるんで、うん、ぜひぜひ。じゃあ安心して生きていけない。月1ぐらいやっぱり必要ですよね。そうちょっとね、あのそうそう、あの目安がないと。この日まで持てばいい。あ、そう。わかります。この日があるから頑張ろうみたいな。頑張れるみたいな。そうそうそう、あと丸投げすればいい。花澤さんにやってもらおうっていう。そうそうそう、あ、まあいいや、大丈夫か。うん、そうですよね、その腰のあたりも結構ね、ありますね、硬いですよ、硬いですよね。いやー、
しみる。いやまあ、力入っちゃうからね。お尻ね。結構痛いですからね。やっぱ力入っちゃいますね。分かってるんですけどね。ああ気持ちいい。どうですかね。やっぱ筋肉量減ってますからね、お尻。なんかね、そうなんですよね。ちょっと細くなった感じありますね。ね、やられてなんか分かっ、なんか、ああ、減ってるわ。ここに、まあ、少しなんですけど、膝下とかもうちょっと細かった感じするんですよね。まあ今特になんかその、なんていうんですか、走ったりして、パンパンみたいなところあるのかもしれないですけど。そうですね。ね、この間週末もダンスありましたんで、で月曜日もちょっとやってきたんで、はい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 、多分疲れがたまたま。ほぐせてないからなんか戻っていかないって感じなんですかね。疲れがたまった状態になって、ね、下の方が特にねやっぱり戻りが悪いですからね。とにかくなんか全身やっぱりもう歪んじゃってるんで、なんか何やっちゃうなんか具合悪いなって。なるほど。動いててもなんかしっくりこないなみたいなのありますよね。もうね、自分じゃ直しきれないです。まあ、そうですよね。忙しいとなおさら ね、構えないですからね。で最近本当にライブ配信1日2時間やってるんで、毎日配信やってるんで、プライベートがないじゃないですか。ないんです、本当にないんですよ。大丈夫なんですか、それは。大丈夫にしてます、なんて、ね、よく、あの格好のっていうか、あれで、暇人なのとか言われるんですけど、いや、違うんです。時間を作ってるんです。暇じゃない。YouTube で開花したいっていうか、そういうことなんですか。 YouTube もそうですけど、17ライブっていう新しいあの配信アプリをやってるんですよ。そうなんですね。YouTube ライブではないんですね。 YouTube ライブでも同時配信やってます。あ、同時ね。へえ。さすがに1個1個やってたら4時間になっちゃうんで、さすがにそれはしんどいんで。はい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 。じゃあカメラ2台つけてってことなんですか。はい、結局あの、はい、自分のなんかその、はい、まあ動画のあれじゃないですけど、自分のキャラクターとしてもやっぱりこう喋ったりコミュニケーションを取ったり、やっぱ認知してもらおうっていう部分で、いやだから本当に芸人で言うと、はいはいはい、あの MC ができる芸人っていうか、トークができる芸人、回せるみたいな、そうそうそう、そういう人が多分やっぱ残っていけるんだろうなっていうふうに思って。先生とかよく話されてるじゃないですか、動画で。まあまあね、はい。やっぱ話せる人じゃないと、はい、なんかテレビってなんでやっぱ残っていけないんだろうなっていうことで、まあ、PR をする意味では話できないとちょっと難しいですね、なかなか。映画描けるとか、なんか特別な表現の他に ない場合は。そうですね。あ、でもマテツさんダンスがあるから。でもずっとダンスしてるわけにもいかないじゃないですか。確かに。確かに。まあ、結局やっぱ言葉になるんで。まあ、言葉ありきのダンスっていうかね。で、やっぱり人柄を見てもらったりとかね、雰囲気を知ってもらって不安になってもらうっていう。そうですね。確かに。やっぱりあの顔を出さない人も、まあね、いろんな人いますからありますけど、結局さ、ただその動画チャンネルがなくなったとしたら、その人全くゼロになっちゃうじゃないですか。でも顔とかが有名になってれば、チャンネルがなくなっても、その人のほら、ね、確かに知ってるって思われて、知名度は残るじゃないですか。はい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 、はい、そういうことじゃないですかね。うん、
例えばね、ヒカキンさんが、はいはいはい、今ね、急に全部チャンネルなくなっても、でもまたあの顔で始めれば、すぐ解約すると思うんですよ。そうですね。うん、そういう、やっぱ顔って考えないと、ダメなんだろうなっていうのが、うんうん、それでやっぱり喋れないと。ということで、結局自分自身何もないとダメってことですよね。そのプラスアルファという部分で、うんうん、あのライブを、ちょっと始めて、例えばあの、ね、フリーマッサージでき、うんうん、まあ、できなくな、これできなくなったとしたら自分何残るんだっていう部分で、うんうん、考えたら、うわぁ気持ちいい、気持ちいい。何の話してるの？今何でも、もうどうでもいいよ。ああ、気持ちいい。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったら、チャンネル登録とグッドボタンお願いします。哲也さんのチャンネルも概要欄の方に、載せておきますので、よろしければご覧ください。お願いします。